サッカーはシンプルだ。どうも、はっしーのです。どうも、大輝です。どうも、セラリです。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今週は弱者からの質問を投げかけたいと思います。待ってました。お願いします。はい、お願いします。お二人がサッカーを今までしてきて、サッカーによって得られたスキルを教えてください。はいはい、よっ。はい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 。いっぱいあるよ ね。いっぱい。おスキルしかないからな。ね、そうですよね。うん、どれを話そうか。そう、話さないっていうパターンもあります。あ、そうね、確かに。うん、ちょっと来週まで引っ張ってみるとか。そうですね、このままね。結構ありますか。いや、もうそれはどんな種類があるんだろう。これがね、正直何も言えないんですよね。何も言えない。もう本当に申し訳ないんですけど、はい、弱者の質問に、はい、答えれないです。僕全くないですか。サッカースキル、サッカーをしてない人生との比較ができないんで、どれがサッカーで手に入れたスキルかが本当にわからないんですね。僕はスキルはめちゃくちゃあるんですよ、僕自身には。数えきれないスキルは僕にはめっちゃ備わってるんですけど、例えばあの例えば、うん、例えばそうですね、スマホを落としてしまった時に足でヒュッて拾ったり足でキャッチしたりするスキルとか。すごい、確実にサッカーから、うん、来てますよね、それ。うん、みたいなのぐらいですけど。へえ、それが何ていうんですか、スキルと言っていいのかどうか分かんないし、ということで今日は聞き役に回ろうと思います。違う。なので、じゃあ橋野さんの身につけたスキルを聞いて、うん、僕その間に考えときます。なるほどね。想像なんですけど、うんうん、肉体的なスキルと、うんうん、精神的なスキルと、うんうん、あと対人関係のスキルとか、うんうんうん、あると思うんですよ。はい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 、なるほどなるほど、うんうんうん、ありそう。でその大輝くんのは足でこうキャッチするっていうのは肉体的な、うん、そうですね、サッカーの足のスキルですよね、うんうん、そういうの橋野さんありますか、肉体的な。はい、あ、ありますよ。あのね、お、電車、満員電車乗るときに上手に体が入れれます、うん、あ、おー、体、さすがボランチ。体を入れるがあれか、わかります。体を入れる、隙間に入るってことですか。そうそう、相手というか、その他人人とポジションを争ってなんていうかな、よりはい、そのより有利なポジションすることをですね、うん、体を入れると。あれ、これサッカーしか言わないんかな、体を入れるって。確かに、うん、ポジションってその満員電車で、そうそう、満員電車でポジションっていう時点でサッカーですね。いや、そう、日常生活とか。そうか、なるほどね、それはでも確かにサッカーやってるからかな、こうすり抜けれるというか、なんていうかな、うん、体勢、いい体勢を取れる感じ。うんうん、なんていうんですか、体と体がぶつかるとこうよろけたりするじゃないですか、うん、よろけないためにはより有利なポジションを取るというか、なんかそんなイメージです。うーん、かな、あった。
ゃんと、うん、なんか電車で言うと、まあ電車もバスもそうですけど、僕そんなにその2つどっちも乗らないですけど、釣り革触らずに立てますそれは体感的な。そうですね、うん、っていうか釣り革は使わずに立ちたいですね。あ、それ使いたくないそれ やったやった使いたくないっていうやってたっていう、うんうん、バランス感覚がいいっていうことですかね、うんうん、体幹が鍛えられてる、うん、そんなイメージです、うんうんうん、とかね肉体他にもありそうだな。肉体ね、結構その手以外いろいろ使うじゃないですか、うん、まあ、手も使うんですよ、うんうん、手もサッカーで、うんうん、あ、そうそう、腕をね、あ、投げる、ああ確かにそれもあるけど、それもある、はい、こうサッカーはね手を使わないと勝てないんですよね。へー、あ、そう、これはやっぱり分からへんな、弱者に向けて説明すると、うん、まあ、例えばドリブルしてますと、はい、でその横に相手がいます、ボールを奪いに来ました、ドリブルしてる人の横にボールを奪いに来た相手がいます、手を使わなければすぐ隣なんですよね、だからすぐ近いから相手がボールを触れちゃうけど、うん、手を使って相手との距離を離すことによって相手がボールを触る距離が遠くなるから触りにくくなる。わかります？伝わってる？うん、この手を使えない選手は、まあ、大人はみんな使うんですけど、子供の頃って結構この手を使える使えないで結構差が出てて、使えない子はどんだけドリブルが上手くてもすぐ相手に触られちゃうんですけど、手を上手に使える子はそんなドリブル上手くなくてもなかなかボールは取られないっていう感じ。そうそう、だから手は使いますよ結構サッカーも。そっかそっか、ボールを触っちゃいけないだけで手でこう制する感じ。そうですそうですそうです。なるほどね。 それってなんか日常生活で役立ってたりしますか？日常生活でね、嫌いな上司が来た時とか手使ってあんまり来させないようにとかしてますしてないよね。あ、してないかしないよね、それしないよね。えってなるよねそれでもさっき言ってた大輝くんがね言ってた、あの物を落とした時に足出しちゃうやつね、うん、これも、まあ、サッカーやってた人はみんなやると思うんですけど、うん、ね、もうスキルというかあるある。そうですね、あるあるになっちゃったけど、ね、でもあの失敗して蹴っちゃうっていう時もあるけどね。ありますね。そうそう、吸収しようとしたはずが蹴っちゃって飛んでいく。あーあーってなります。そうそう、まああるね、これもあるあるやけどね。ありますね。ありますよね、うん、でも獲得したスキルじゃないよね肉体、うん、あと何でしたっけ、肉体と精神的。精神的、うん、うん、はいはいはい、精神的体育いっぱいありますよねスキル。いやもう、うん、ありすぎて、ね、どれ言おうかなって感じなんですけど、精神的こそ本当にサッカーで身につけたかどうかが分からない。そうか、分からない。そうか、そうですね。で例えば悔しい気持ちとかはもう置いてきましたね、どっかに。悔しいと思うことはほとんどないですね置いてきたサッカーで負けそっか、これ身につけた置いてきちゃった。そう、悔しい置いてきちゃった。でも僕悔しいとかそういう負けず嫌いみたいなのが一切なくなりましたね。え、それはサッカーをしてってこと？違うのか、サッカーしてする前からか、あんまりその対抗心みたいなのがない、競争心か。へえ。そういうのがあった方が泣かさないって思って頑張ったり。そうね、スポーツにおいても。確かに、ね、そうですけどね。ですよね。失っちゃった。じゃあダメだ。じゃあダメだ。ここ全部カットしよう。いや僕向いてないよサッカー。
くさんあるのかなと思って聞いてみたんですけど。いや、ありますよ。いっぱいありますよ。いっぱいあります。いっぱいあるよ。いっぱいあるある、あるよ、うん、あるけど、うん、なんかサッカーって、うん、そのチームでこう意思疎通を図りながら、うんうんうん、試合を進めていくっていうイメージがあるので、うんうん、はいはいはい、その対人関係のスキルっていうのがありそうだなって思ったんですよね。いっぱいありますよ、はい、うんうん、ありますね。これでもね、あの、うん、どうかな、人によって、うん、得られるスキルが多分違うくて、うん、例えば、自己主張の強い性格をもともと持ってる人が、うん、サッカーをやるとよりその 自分の主張を上手に伝えれるようになるって感じかな、イメージ的には。アピールする力が、そう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 、身につくんですよね。そうそう、だからなんかただただ吠えてるだけじゃなくて、うん、相手に伝わるような伝え方を多分、うんうん、成熟されていく気がする。うん、サッカーをすることによって。なるほど。その逆の、逆のパターンの人は、例えば調整するとかバランス取るような人はよりバランス取れるようになるのかなっていう気がしますね。相手の欲しいものが、このタイミングにこの場所でボールが欲しいっていうのが分かれば、相手の求めてるものが分かったりはするのかもしれないですね。うんうん、そうそうそう。でも、それをこう、なんていうかな、分かりに行くというか、分かろうとすることによってその能力が強化されるのかなっていう気が、なるほど、気がする。さすが。やってんのかな。そう、なんか普段のね、普段生活してるだけでは感じないことが多分たくさんあるので、気づいてないだけでいっぱいスキルがね、体育みたいについてるんやろうけど、僕はもうスキルつきまくってて、ね、困ってる。忙しいですよね。そう、ちょっと違う角度からかもしれないんですけど、うん、私が先週好きな選手ができたっていうので、うん、紹介したズラタン、うん、イブラヒモビッチ選手がテコンドーしてるじゃないですか、はい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 、でその蹴り、うん、がサッカーに生かされてるとか、うんうん、あとなんかラテン系というか、南米の選手ってラテンのリズムみたいなのがサッカーに生かされてるとか、そういう別のスポーツだったり音楽とかがサッカーで役立ってるとかっていうのもあると思うんですけど、その逆にサッカーで身についたものが学校の勉強とか友人関係とかそういうのに役立ったっていうのはあんまりないですかね。いや、ありますよ。たくさんね、たくさんあるよね。ね、あるある、うん、ありますよ。あ、でも確かにコミュニケーション能力は、うん、多分ね、そのサッカーをすることで、うん、うん、強化されてる気はするけども、とか視野の広さとか状況を把握する能力とかは、あ、はいはいはい、僕が身につけてるとは言えないから、どうとも言えないです。あ、でもそれ今聞いて思ったけど、その視野の広さって、うん、どうなんか、他のスポーツがちょっと分からへんけど、サッカーってすごいフィールドが広くて、うん、相手もたくさんいるから、見なければいけないポイントは360度、まあ、要はあるんですよね、大体。だから常にいい選手は首を振って周りの状況を見て、まあ、認知するのが多分一番大事で、なので首を振る癖というのは結構あるんですよね、サッカーしてる、うんうん、これは例えば道歩いててもこう、なんていうの、交差点とかで、うんうん、左右の確認バリ早いとか、そ
そんなこと、とか人混みとかね、人の流れとかを、うんうん、こう全体的な流れをこう周りを見て、うん、状況判断してこう、うん、ポジショニング取るというかとか、ね、うんうん、ポジショニング僕そのなんか交差点のところで思ったのは、あの視野の広さもそうですけど、視野の奥行きが必要なんですよね、はい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 、してる時って一番手前の選手にパス出せばいいだけじゃなくて、うんうん、その選手の後ろに敵がいたら出さない方がいいし、うん、そのもっと後ろにもっとあのフリーの選手がいたらそっちに出したいし、その奥にスペースが空いたら長いパスを出した方がいいみたいなこともあるので、視野の奥行きが必要なので、うん、4つ先の信号ぐらいまで見るときはありますね、あ運転しながら。へえ、それめっちゃ、うん、めっちゃあるめっちゃあるから、手前の信号赤やって、うん、奥見てて行きそうになるって結構あんのよ危ないそれ良くないスキル、これそう行きそうになったらダメだ失ったやつかこれ、うんうん、失ったそうですね。でもその手前の信号赤で切り替わるタイミングと、奥が切り替わるタイミングと、その切り替わるタイミングで、あこれまっすぐ行けんじゃねって予想して全然止まる時もありますけど、予想とかはしたりしますね、うんうん、うん、そうだね。あでもこれもだからポジションとかにもよるかもしれへんかな、うん、あ多分 フォワードの選手は多分そんなことない気がするあ確かにそうか、奥まで見ない気がするね、うん、僕はセンターバックかサイドバックが多かったから、そうだね、後ろの選手はどれだけ遠くが見れるかやから、うん、多分ね、多分やね、うん、知らんで、ね、あと視野も広さがそんなに必要ない、必要ないって言ったらあれですけど、うん、やっぱ奥行きか広さかが大事で、ボランチとかトップ下だったらそれこそ360度見ないとダメですけど、うん、変な話キーパーだったら180度見えてればいいんですね、うん、だし右サイドバックだったらポジションにもよりますけど、うん、はい、一番角っこにいれば45度だけ見てれば、この何て言うんですか、こっからこっち見なくてもいいんですよ、うんうんうん、この自分がボール持った時にパスを出す選択肢って、はい、10通りがあるんですね、うん、自分以外の選手が10人いるから、でその10通りがと全部通ればいいんですけど、例えばさっき言ったみたいに選手が重なってたら見る視野、視野が何て言うんですか、狭くなるじゃないですか、見るべき視野が狭くなるから、ポジションごとに見る視野が広さか奥行きかみたいな話をしたかったんだけど、なんでこんな話になったんだったっけ、あれあれいやまあでも確かにね、サイドバックはなんか90度ぐらいで確かに、うん、だからさ、えサイドバック、タイ君サイドバック、僕うんサイドバックが多かったです。サイドバックかセンターバックが多いですね。右とか左とか決まってました？左が多かったですね。あじゃあ左側も見なくていい感じ、見なくていいようなポジショニング、体の向き、はいはい、そしたらこう振り返るときとか常に右から見るとか、うん、あそうですね、そうですね、あの体を正面にしない感じですね、はいはいはい、その正面にしちゃうと忙しいじゃないですか、だからまあ、当たり前ですけどちょっと 中見て、そうそう、ね、あだから、うん、左側からこう向くことってあんまりないってことやね、多分あんまないですね、うん、そうですね、首が硬くなってたりしてんのかな、うん、ああやばいかも、たまにじゃあ右行こうたまに右サイドバックも守らなきゃいやね、なんかそんな今真ん中、うん、僕真ん中ボランチやから真ん中ほぼ真ん中にいるから、うん、こう両方こう首振るというか、そうですね、癖がついてるけど、うん、確かにサイドバックやったらあれやんね、こっち見ないね、あんまり見ないです ね、そうやね、うん、うん、
から、そう、さっき360度って橋野さん言った時に、あ、真ん中の選手だから360度意識してるんだって思いましたね。そうか、これ発見、発見です、セラビさん。橋野さん360度こう見てるってことはずっと首動いてるってことで、首は凝らないんですか？これめちゃくちゃ凝りますよ。逆にほぐれるんですか？あ、凝るんですね。凝りますね、凝ります。へえ。首凝る、凝る、肩凝る、肩凝ってんのかな、首肩凝る、首凝ってんのかな、うん、私はあんまり動かさなくて首が凝るんですよ。ああ。だからなんか寝違えた時とかはもう大変、大変ですよ、うん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 、試合の時とかこっち向けへんみたいなやばいやばいっていう なりますね。あと、あ、うん、そうだ、うん、サッカー選手ってこう試合中に喋れないじゃないですか。会話がなかなかできないじゃないですか。短い単語とかだったら喋ります。喋る、めっちゃ喋れますよ。めちゃくちゃ喋りますよ。めちゃくちゃ喋ります。指示出したりとか、しょうもない話とかも全然できます。あ、そうなんですね。すべてアイコンタクトなのかと思って、違ったんですね。うん、超喋りますね。めちゃくちゃ喋りますよ。しょうもない話っていうのは試合に関係ない話、関係ない話もするし、うん、関係あるけどしょうもない話とかもしますね。へえ、そうなんだ。相手のナンバー、あいつに似てへんとか、あ、思ってたみたいな話をしたり。へえ、そうそう、しょうもない話もしますね。あ、喋ってないと思ってたのがなんかすごい新鮮ですね。うん、どう、そうか。バラバラに。うん。いるじゃないですか、うんうんうん、それはワールドカップとかでも話してるんですか？話してます、話してます、話してます、話してます。あ、話してるけど、なんていうんですか、うん、意見をまとめるとかは難しいですね、プレーしながら、うん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 、最初にこうしようねっていう方針があって、戦いながら相手の戦術でちょっとこれ変えないといけ、全体的に変えないといけないんじゃないみたいなのをまとめるのは確かにむずいですね。てかできないですね。全員で話すのは確かに難しいけど、この近くの選手とは全然話せますね。うんうん、てかまあ話さないと多分しんどいというか、逆にあの、うん、伝えないといけないことがたくさんあるので、うん、試合中は。うんですね。へえ、全然知らなかった、うん、なんかたまにあの試合の中継とかでも選手が喋ってる声をマイクが拾ってたり、うんうん、でもたまにありますけどね。へえ、ありますね。揉めてたりとかも、あと口の動きで実況とか解説の人が今こうやって言ってますねみたいなのを言ってくれたり、うんうん、あ、そうそうそう、へえ、間違ってたりもしますけどね。しますもう大丈夫ですか？満足できました？全然じゃないですか。ダメです、ね、思ってたんと違う、うん、本当ですよ。そうですね。でも思ってたことよりすごく深くサッカーの知らないところは知れたかなとは思いました。さすが、さすがや。なかなかプレイ側のね、情報がないので、うん、面白かったです。確かに、いや、そう、確かにね、そう言ってもらったら僕も助けられた。ボランチ側の視点がないのでうーん、面白かったです、ね、ポジションによって違うですね、やっぱりね。全然違うんです。自分のスキルを上手に伝えるスキルが欲しいですね。これ聞いてる他の強者の方々にもこんなスキルがあるよっていうのはご意見いただきたいですね。ぜひぜひ、すみません、教えてください。どうかお願いします。ポジションごとに違そうですもんね。うん、ね、うん、
確かにフォワードとディフェンダーで全然変わりますね。キーパーとかね。そうですよね。キーパー多分全然違いますよね。すごいスキルが多分ね。キーパーは本当次元が違うスポーツしてる感じですからね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次回は大輝くんの夢を語り大輝です。です。はい。何語りましょうか。ありがとうございます。そうですね。まあなんか夢は大きく女子サッカーの話をしたいなと思います。おお、面白そうですね。では来週も。楽しみに。楽しみに。楽しみに。次回へ続きます。サカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りやツイートをお待ちしています。フラット3と楽しくサッカー話がしたい方はぜひ番組ディスコードに遊びに来てください。お便りフォームやディスコード、配信で話題に挙げた動画も見れるツイッターなどの詳細は番組概要欄をご覧ください。サッカーはシンプルだ。毎週土曜朝10時キックオフです。